印象発表ですね今日。どうですか。いやまずヒヤヒヤしてるのと最後なんでおらへんの。あいつ実家帰ってんねんけど。あいつ舐めてるやろ。発表3時なんやけど、なんかいろいろダラダラしてたら3時31分っていう、ね、結構マイペース。やばいよ、倍率2倍以上あるからね。どうしなんか知らんけど、掲載されてる場所もよう分かってないね今俺。ここにあるかもしれん。あ、あるわ、絶対あれや。ちゃうか、あれがあれやな、あれっぽくね。いや、あれっぽくね。じゃあ経緯はそうだけど、でも、まあ、ありそうな。あ、これじゃね。うわ、あるわ。え、猫。落ちた。何番なんですか。22。サイコ飼ってる。笑い笑い。ガチか。え、マジ。落ちたって、いかつい。ガチ。一括ほんまに笑えへんって。え、ガチで22やねんな俺。ちょ、あ、汗えぐいし、ちょ、放送事故やってこれさすがに。おい何しとんねん。楽団とは話しちゃうもんな。なんで最後勝ってんねん。おいおいおい、おかしい。あいつ LINE してきたもん。なんで。え、クボの様子どうって。あ、あいつ落ちたん知ってた。いや、分からんけど、うん、いや、あいつ俺の番号知ってるからな。まだ会ってないって言ったら、うん、電話でもしてあげたいけどなみたいな。分からん。あいつ死ねえよ。いや、マジミスさ、ガチガチかよ。ガチ、俺英語めっちゃ書いてるじゃないですか。お前も落ちとってよかったわ。いや、俺お前落ちてよかったわ。結構もう死んでたんだけど。ナイス。ナイス。ダメやって。ちょっとまた連絡しろよ。うん、はい。ありがとう。ありがとうな。おい、バイバイ。おい、いかついってこうやって持ちとるやん。ちょ、マジきしょい。ちょ、マジ一回。あー、だり。一回どうしよう。一回ちょっと親に電話してくるわ。さすがに。ちょっとこの辺って。もしもし。もしもし。はいはい、どうしたの。印象落ちたわ。マジで。はぁ、マジで。はぁ、あんた余裕って言うとったやん。まあ、そうやな、ちょっと甘かったわ。まあ、しゃあないな、お疲れさん。まあ、まだちゃんと説明はするんで、うん、まあとりあえずお疲れさん。はい、あざす。まあ、じゃあ寂してたわ親。え、まあそれはしょうがないわ。自分の考えがあるならいいわ。ガチかー。サクセスストーリー、サクセスな人生やったいな俺。負けたことなかったのに受験で。さすがに何もやらなすぎたな。あー、それは言い訳になるか。あー、ほんとに。英語もできなかった、全然。熱だけしかできなかった。もう受からせろよマジで。まあ、そのプランの方がいいか。プラン、まあ、中退とかしよっかな、もう。あー、マジか、きちょい。中退はだるいやろ、まあ、こんだけ単位取って。ホリエモンみたいに。いや、もう140何単位取って中退かっこよくない。やっぱ俺にはいらねえ。卒業とかいらねえと。学べるもん学んだっていう。なるほどね。うん、俺結構俺覚悟できてたからね。なるほどね。まあ休学してもええか、休学してもええか言うてたし、うん、まあ、その甘さが出たな、やっぱメンタル。いや、もうそのやっぱ何も排水の陣でやってるやつじゃないと受からへんわ。なるほどね、うん、こんな中途半端な気持ちでやってるやつは受からへん。ということで、イラチャンネルコバ、印象落ちました。来年からフリーターです。俺その辺のやつより身分低いやんけ。